ですね。で M4 でもとても軽いです。今日軽装ですもんね。でもこれハンドガン戦が終わったら私はまたパックコックを背負います。いつもの姿に戻るんですね。そうです。さすがです。ありがとうございます。MP7 だってこの一回とパンチというのはね。おはようございます。もう昼過ぎですけどね。あ、はい、先生。今日は小牧のフィールド定例戦1回目となります。今年も元日中坊よろしくお願いします。え、私んとこ。え、だってそういう話じゃねえのこれ。うん、まあね。それではここでこの土地の借り主でもある拓郎くんに一言お願いしたいと思います。あ、皆さん楽しみです。え、終わり。え、なんかあっさりしてる。面白いこと言わねえの。いや、なんもないですよ。そんな自分面白い人間じゃなくて。いや、拓郎くん最高だよ。こちらが多いな。みんなあの距離届くのかな。いっぱい撃ってるけど。おお。クニ？木？え？木？あ、やぶけだ。あ、枝だ。あっちゃー。あっちゃー。大丈夫？血出てたけど。え、嘘。うん、ちょっと血出てたよ。あ、あら。端を踏んだと。あ、いや、ヒット。あ、ヒット。ヒット。あれあれなんだこのしまんねえか。あれお世話になっております。お疲れ様です。はい、終了。
左側と右と3人いるんだな、この。こっち売り場ってあるじゃん。函館さんの出力は果たしました。